さあでは続いてを参りましょうか。続いては第6試合になります。ライジン MMA ルールです。この戦いは 61.0kg 61kg の戦いです。はじめに韓国の軽量級最強の男キム・スーチョル、対するはセニョール・ベルフェクトマイケ・リニアレス選手登場。お願いします。いや強そうだ。キャップをかぶっているのが韓国キム・スーチョル選手、まあ、ロード FC のエースですね。スーチョル選手綺麗に腹筋が割れてますね。背中が広いですね。広いです。うわ横から見るとすごいですよ、くぼみが、へっこみが。キム・スーチョル選手61キロクリア。ジャスト61キロジャストです。おめでとうございます。続いてリュニアレス選手お願いします。まあ、ここまで9戦全勝パーフェクトレコードの選手です。9戦全勝素晴らしい。全勝か。マイケ選手61キロクリア。クリア。同じく61キログラムジャストクリアしています。2人です。韓国 VS ブラジルという図式、はい。スーチョル選手は24歳、ビニアレス選手は22歳。お近いですね、年齢も。高田さん、いざの前にふさわしいですね。ふさわしいね、うん、これからの未来をね、背負ってたぜ、ね、つわもんですよ。スーチョル選手の目、お二人ももう目つきがもう怖いですね素晴らしい、もうすごいオーラが。キム・スーチョル選手、マイケ・リニアーレス選手、ありがとうございました。